山根さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。創価塾の久保でございます。今回ね、返信いただきまして、やっぱいろいろと考えることがあるなっていうのと、考えていたつもりなんだけどもなっていうこともね、渦巻いてるわけなんですよね。で、やっぱり育児とか子育てっていうのも、その忙しい中でできる限りのことを皆さんされると思うんですよね。それとまあ同じように、男性も女性も20代には20代の忙しさ、30代には30代の義務、40代には40代の責任があって、自分の考えてることをなかなかね、優先的に組み上げていくことっていうのが難しいところがあると思います。その中でも少しずつを取り分けて、できることを最大限やっていく、もうそれが心を尽くすってことなんではないかなと思うんですよね。ですんで、すごくね、お金をかけたからどうこうとか、時間をかけたからどうこうって、そういうのではもなくて、本当にこの介護の問題とか育児の問題とか家族の問題っていうのは、家族の中で最大限ハッピーになれば、それが大成功だと思うんですよ。誰かがやってる例を真似してみて、うまくいったうまくいかなくなったとかではなくて、うちでできることは何かなと、みんなで少しずつの協力をして作り上げれるものは何かなっていうのがね、しっかりできればそれで十分なんじゃないかなと思うんですよ。かくいう私も何をすればいいのかね、はっきり言って分かりませんけども、できる限りのことをやっていって、だんだん当たりをつけていこうかなっていうところなんですよ。で、その中でね、理想のものっていうのはたくさんこうね、もう考えうる限りの理想をどん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 積み上げていくのと、あとはご本人様のね、それから関わる家族の同意ってものも必要ですんで、自分の思いだけ先行してもしょうがないんで、その辺はね、この話し合うことによってだんだん見えていくと思うんですよ。もちろん話し合っても別の時期には別の考えも出てくると思いますし、介護の問題っていうのは不自由なところと、まだ全然ね、自由なところ、そういうのがあると思うんです。健全なところであると思うんですよ。その割合によって考え方もそれから行動も変わってくると思いますんで、本当にね、少しずつを積み重ねていくことなんだろうなと思います。プラスですね、自分はこうやってるよっていうのを別に、ね、いい悪いではなくて、たくさんの、サンプルね、いろんな方が何を考えてるのかな、どういうふうに悪戦苦闘してるのかなってことをやっぱり話し合うっていうのは、今まで私たちが、できてなかったことなんではないかなと思うんですよ。介護を家の中でこっそりやってみたりとかね、なかなか人に相談しにくかったりとか、でもやっぱりね、教えてくださいとか頼らせてくださいって言うと嫌がる人はいないと思うんですよ。相当忙しい人は嫌がるかもしれませんけども、でも自分のできる限りのことを、ね、やっていきたいとか、頼られるってものすごくね、ありがたいことだと思うんですよ。基本的にはね、迷惑って感じる人もいると思いますけども、相談されるって信頼していただいてるっていうことだと思いますんで、やっぱり恩返しする意味でも自分の考えうる限りのことをしていきたいなっていうふうにね、考えるのが普通なんではないかなと、大勢の方が思うことなんではないかなと思うんですよ。で、これからもね、介護の問題、本当にこの私も47ですからね、もう介護の問題も目の前に迫っておりますし、今現在もう進行中でやってるっていうのとはちょっと違いますけども、でも私も毎日ね、意識しながら、子育てのこともそうですしね、自分の人生もそうですし、自分につながる親兄弟親戚縁者っていう方の最大限の幸福っていうのもね、やっぱ願わなくはないですよね。もちろんね、この動画を見てくださってる方とか、創価塾ってものに信頼して近づいてきてくださった方、参加してくださってる方、もう皆さんもね、家族というふうな、家族と同じような関係だと私は思ってますんでね、誰一人、何が起きてもどんな些細なことでも無関係ではないと私は思ってるんですよ。そういう意味でね、これからも動画をご覧の皆様と、こう、いろいろと議論をね、積み重ねていって、ベストの最適解っていうのは何なのかなってことをね、こう考えて考えて、実行して実行して、失敗もするかもしれませんけども、たどり着いていきたいなと思います。これからも山根さん、そして皆さん、よろしくお願いします。では失礼します。